本当先ほど言いましたけど、こう普段お世話になっている方々が勢ぞろいしてて本当にこう嬉しいですね。けどさ、うん、あの焼肉セレモン所属の小宮さんがね、うん、ジープでまた勝ったよ。おめでとうございます。マジね、本当もう、うん、キックがね、桁試合とかにしよう、キックパンチも全てにおいて、うん、もうね、多分日本を背負う、うん、あの MMA 選手になると思うから、うん、バンビも応援してね。うん、分かった。動画ご視聴の皆さんもぜひ小宮さんのインスタグラム概要欄にありますので、フォローお願いします。いや、本当見たら感動するぐらい霧とか美しいですかね。もう僕もあのスパーリングで指導してもらったんですけど、もう突き刺さってくるような痛み。ナイフで刺されると変わんないからね。ごめんさんの傷。いっぱい蹴られた方がいいよ。あ、俺が？うん。あ、確かに。当たり前じゃん。当たり前？もう全然入ってきた。本当だ。あれなんかこの。何、今この道通ったことあるって言うとしたん？いや、私知らないわ。なんか見たことあるって言おうと思ったけど、気のせい、絶対トトロじゃん。あ、トトロみたい。え、トトロじゃないよ、千と千尋だよ。あ、千と千尋か。で、この後にあの竜宮城があるのか。あ、キモ、お前千と千尋見たことあるん？あるわ。それ浦島太郎だから。10回ぐらい見たことあるよ。千と千尋竜宮城じゃないし、まあなんつうんだろう、旅館みたいなさ。バンビ気をつけろよ。何よ、うっす。グーグルマップかな。いや、かっこいいっすね。焼肉製材門社長の後輩さんです。で、前にいらっしゃるのが焼肉製材門社長です。あの、今日は Z で焼肉製材門社長がいらっしゃっておりますけど、あの本当、あの赤いケッチとか多分見た方いると思うんですけど、めちゃくちゃかっこいいんで、あの過去の動画にありますんで、ぜひそちらもチェックお願いします。天外練習させて。関東屈指の旧車女子チームのリオンズのリエさんです。今日も4フォアでかっこよく乗ってますね。もうこの日差しの最高ですね。いやー、紅葉すごいですね。いや、くせマミお流した？いいんだよ。あー、そっちかい。燃えから？違うか。やっぱ難しいね、不正解やってて。そっちだね、不正解やって。いや、もう秋を感じますね。皆さん、秋はどんなツーリングをしたいですかね。なんかおすすめスポットがあったらぜひコメント欄を。マジで綺麗ね、やばい、超絶景です。はい、ということで、ここが千葉さんのイベント会場になりますね。なんか入り口でもかなりの、ね、数が見られて、多分相当な台数いりますよね、きっと。これ広っ、広っ。めちゃくちゃ広いっすね。てかめちゃくちゃいるっすね。邪魔だよ。あ、チームギラピーさんたちおります。どうす。誰かと思った。誰？
あ、ミヤピーさんとか。あ、起きれたんだ。え、だって焼肉行ってなかった？え、2時3時まで起きてて。あ はい、到着です。来ましたね、チェアセンターのイベントに。ワンチャンネルツーリング。コラボツーリングですね、もう。コラボツーリングで。いやいや、みんなを集めてくれたから。いやいや、本当にこう、いろんな機会でつながって嬉しいですね。素晴らしい人脈です。いやいやいや、それじゃないです。でもこう、ぜひこのチェアセンターにこう続カフェ特集をしてもらいたいです。またがってくんねえか。本当ですね、またがってくれるだけでもいいですよね。はい、あ、これはチームグランピータリさんですね。あ、ごめんなさい、任せてください。やってる？はい、やってる？やってます、バシバシに。はい、あの、いつでも出れるように準備しておかないとなんで。はい、出ます。ちょっと撫でてみて。なんか生えたとかじゃないよ。何言ってる、最初からあるよ。いいや、映して。生えたよ。ちょっと撫でてみて、かわいいねって。かわいいでしょ。かわいいねって。おい、こら、かわいいね。潰れちゃう。死んじゃった。折れたっすか。かわいいでしょ、これ。ちょっと撫でてみて。にゃーお。いや、にゃーお。俺こっちの方がかわいいです。屈指の旧車女子がまた増えましたね。素敵。今日は車バイクで来たんですか。みんなね、バラバラで来てるんだけど。あ、そうなんですか。リエちゃんとかジョコちゃん。あ、リエさん、さっき一緒に来ました。ちょっといいですか。よろしくお願いします。さっきキックスケーターで遊んでましたよね。はい。今来ます。バンビオラちょっとこれから撮影いたしますので、はい、あと3分でお願いします。はい、わかりました。バンビオラ、バンビオラ、バンビオラ。はい。あの、これユージの妹です。ああ、ありがとうございます。いいと思います。ああ、行きます。ちょっと後で。お兄さんじゃあ。先お願いします。はい。アキです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どきゃー。はい。あと1分だよ。ワンチャンネル、旧車系の人気分が良くないな。終了写真いいですか。もちろんもちろん。じゃあ、ポーズ。いや、親指を入れなきゃダメ。もう入っちゃってて、こんな感じ。なんかテーブルあれ。はい、チーズ。あ、どう？すいません。じゃあ、みんなで M1 やりましょうか。はい、バイちゃん、こっちから行きますよ。うまいうまい。はい、じゃあ。はい、チーズ。オッケー。F1 今。F1 のあれやってます。そう。だから最初から今やったんだよね。あ、そういうことっすか。え？お前さっきの話聞いてよ。聞いてましたよ。絶対聞いてる。だからみんなで F1 やってる。はいはい。はい、向こうから来ますよ。向こうから来ますよ。バカだろ。すいません、ありがとうございます。いや、見てましたよ、見てました。チャンス、あの、F1 に惹かれるね。 F1 と、あと、何ができるかな。いろいろできますよ。ビッグスクーターの防犯ブザー。マジですか。あー、すごい、ネコ。あー、確かに。これあのちょっとあの剥がしてください。これあのさっきの剥がしてもらって、あれちょっと取った方がいいです。これなんか面白いのが出るかもしれないんで。それダメですね。でも今の面白かったじゃあ。どうやって F1 天才ですよ。得意なの何ですか。え、 F1 ですか。やっぱり得意なのですか。得意なのは女の子ブランコを押す。おー、はいはいはい。ブランコを押す立ち入る。やってみてください。はい、レイさん。はい、子供のブランコ。何でやねん。いや、いいっすね、面白いっすね。麻生太郎の方がやっぱええ。じゃあそれもやってください。次はシーソー。あー、はいはいはい、こっちの方がええな。あー、いいっすね。舘ひろしのモノマネ今初めて。次は鼻ですよ。え、ちなみに、初めてやったんすか。はい、次はシーソー。ありがとうございます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 。お笑い芸人ですよね。知らんかったんか。あ、いや、知ってますよ。フリーです、フリーです。何、バンちゃん可愛いの。可愛い、可愛い。俺は、あ、ちょっとすいません。なんでやねん。ちょっと今の心境をお願いします。
寂しい。ということで、ちょっとキャンボーさんにご紹介いただいてですね、バイクショップ屋さんですね、はい、どこでやられてるんですか。神奈川、愛川っていう街でやってます。じゃあ神奈川で、はい、神奈川で、はい、じゃあ、気になる方は、あら、お店のウェブとかありますか。あるちょっと概要欄にありますので。あれ、お店のウェブとかあるよね。はい、あります。ちょっと本当にいろんな旧車ありますんで、ちょっと撮らせていただいて、気になる方はぜひ概要欄にチェックしてください。これは今日買えば安くなるらしいよ。え、あ、今日買うと、今日買うと安くなるらしいよね。オーダーですね。オーダー、はい、あ、もうオーダー中だ。オーダー中でまだです。安くなるらしい。早い者勝ち。早い者勝ちです。動画上がるとき多分売られてますよね。あ、ありがとうございます。これ写し大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、名刺いただきましたけど、ちょっと気になる方はぜひですね、こちらにお問い合わせいただいて。変えたりとかあれですか、修理とかもできるんですか。あ、でちょっと神奈川県であれですよね、愛川町で、はい、吉村の近くですね。吉村です。本当のイケメン選挙ちょっとだけ離れてる。他の効果ですね。いやいや、めちゃめちゃ小さいです。この前は釣りに行ってました。お疲れ様でした。久しぶりに箱根に来たということで、はい、よかったなと。ちょっとまた行きたいですね。はい、お願いします。じゃあ次は茨城でイヤドームツーリングを。はい、お願いします。これはさっき、次回はバンちゃんの映画を確認しておくんで。工場長だ。かわいい。さっきバンビちゃんの前でグリグリしてかわいい。旧車動画次回予告。東京連合の